ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。前回ね、このグレーの江戸小紋に七五三コーデの時ですね、このおばあちゃんの形見のね、丸帯を合わせて、それがね、ちょっとね、地味すぎるっていうか、地味というよりも、質素な感じすぎて、あまり良くなかったので、ちょっとね、今日このグレーの江戸小紋に、他に合う帯がないかどうか、ちょっと検討してみようと思います。私は、ちょっと見てみたんですけれども、意外と袋帯、があまり持ってないことが分かったんですよね。まあ、もちろんないわけではないですけれども、キラキラのね、留め袖や、振り袖や、あと、ものすごい、こう、豪華な感じのね、豪華でもないけれども、訪問着なんかに合わせる、どっちかっていうと、こう、きらびやかな感じの帯は、選ばないで、その他の帯である程度ちょっと家訓があって、もうセミフォーマルでも合いそうな、でもまあちょっとカジュアルな感じもあってもいいっていう感じで、そういうちょっとカジュアルからちょっとセミフォーマルぐらいまでの帯をちょっと選んでみました。そしてあともう一つね、帯はこの辺どっか行っちゃった。帯をね、ヤフーオークションで一本買ったんですよ。その帯もね、まだ開けてないんですけれども、そちらを、まあ開封して、そちらもちょっと合わせてみたいなと思っています。それでは、ご覧ください。それではね、まずざっとこの画面のまま、帯をパーッとこう、紹介していきたいと思います。一つは、まあこういう、ブルーの、帯ですね。ちょっとタイシルクのような光沢のある袋帯ですね。それとこちらもかなりフォーマル感強いですけれども、紫、これ貝紫ってやつですね。貝紫の袋帯、これちょっとかなりフォーマル感強いですね。はい、そしてこちらは逆にちょっとカジュアル感の強い袋帯ですけれども、でも柄がね、ちょっとこう落ち着いた感じの柄なので、こういうのもいいかなと。これなんだっけ、キアタって書く、キアタっていうのかしら、そういうちょっとブランド帯ですね。それとこちらですね、こっちはなんだっけ、この刺繍、サガラ刺繍のこういった丸紋ね、花紋のこういう帯ですね。これはポイント柄っていうか、お太鼓柄の袋帯になりますね。それとこの前回も見たことあるかもしれないです、これを菊柄のね、今の季節にちょうどいい菊柄の、袋帯ですね。これもちょっと金糸なんかも使われているので、セミフォーマルぐらいまで待ったら使えるかなと思います。あともう一つはまだあるか、こちらですね。こっちちょっとこう金の使われて、これも私にとっては非常に懐かしいね。私が20代の時に小紋や訪問着をね、着るときに母が私に買ってくれた懐かしい袋帯です。これもね、まあまだこの年になっても使えそうな感じ。ただちょっとまあ年季が、ちょっと古臭い感じはあります。それと、こちらはもう白の、こういった、折りがない、もう本当に折りがないって言うんだけど、こういう白の帯ですね。もう締め柄のおめでたい柄にはなっていますけども、帯自体は軽くて、そんなこう、なんちゅうかもう重い感じではないですね。あと最後これ。はい。こっちのちょっと、こういった感じの、まあ、幾何学柄っちゅうかなんか折り柄ですね。これは結構フォーマルでもいける。これもね、なんだっけ。川島織物の、川島の袋帯ですね。これなんかも結構いいかもしれないです。はい。まあこれをちょっと合わせてみてもようと思う、見ようと思うんですけど、一つ買ったものがあります。これをまずちょっと見ていただきたいと思います。これはね、まあちょっと先に言うと、古典柄なんですよね。意外と私見ていただいて分かると思うんですけども、古典柄で、
あのキキラノービー以外の古典柄 の、まあ、あの花とお花とかそういうね、そういうのが意外とないので、これちょっと一本買ってみたんです。ちょっとこっちまず見てみましょうか。これをまず見ていただきたいと思います。はい、これですね。まずこの目線でちょっと遠いんですけれども、これで開けていきたいと思います。これはね、今回ねヤフーオークションで、購入しました。お値段は、お値段先に言いましょう。お値段は6500円、ヤフーオークションで6500円でした。まあ、あの即決価格ではなく、普通のこうね入札していく形で、まあ、6500円で、始まりが6500円だったと思います。でも6500円のまま多分落札できちゃったんじゃないかな。だからね、あんまり人気はない。だからまだ見えないけど、どんなんだかあまり自信ない、あんまり良くない可能性もあります。まあボロい可能性もあるわけですね。どうかな。それでは見ていきたいと思います。お黒帯って書いて多頭紙に入ってますね。ちょっとこの着物の方をちょっとこっちに置いといて、はい、開けていきたいと思います。どうかな。あー、なるほどね。好きな感じだけど、本当に古典柄のなんかこの袋帯だけども、金糸が全然使われていない。あー、織りのところにちょっと地模様のところにちょっと使われてるかな。ちょっと、それではちょっと拡大してどんな感じなのか見ていただきたいと思います。はい、こちらが今回私がヤフーオークションで6500円で購入した帯です。なんか書いてあるかな、四季草花、四季草花紋、いや四季草花紋とは言いますけども、まあこの色合いを見ていただければわかりますけど、もみじとか菊とか、まあそういった感じのね、あのどっちかっていうと四季と言っても春の感じではないですね。これなんかも萩でしょうしね、こういう感じの柄なので、どっちかっていうと私は秋の感じだなと思いました。地模様がこういう亀甲でおめでたい感じなんですね。亀甲のこういう亀甲になんかこの菊のような感じで、まあだから架空の高、まあ、そんなあの本当にカジュアルなものではないですね。まあ言えば上等なものだと思います。こういった感じで、このね折り柄が、あのこの模様の部分には金糸銀糸は使われていないんですよね。こういった感じで、これなんかも金糸ではなくて、やっぱり茶系のもので、まあ、絹の糸に光沢があるから、ちょっと光沢ある感じに見えますけど、いや私は好きだなこれ。こういった感じって大抵ね金銀できらびやかになっていることが多いんですけれども、なんか趣がありますよね。いい感じかな。あこれね、地の方にちょっとこう、これもちょっとだけこう箔のちょっと光る感じ、箔がの光沢がありますね。ちょっとね、だけどこれ本当にこうやってやってからちょっと光るかなって感じありますけど、全体見るともう本当にこれで結構いいんじゃないですかねこれね。うん、ではさっき見た帯を、まあ着物の上に置いてどんどんちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、このねグレーの江戸小紋、これに合わせていく帯を見ていきたいと思います。それではね、今日はもうどんどんいきますので見ていただきたいと思います。こちらですね、聚楽の貝紫の、こういうとこ貝紫なんだと思いますね、の、
袋帯、こうあまりこう豪華なきらびやかな感じはないけれども渋い感じですよね。これはね、この江戸小紋かなり格上げするんじゃないかな。見た感じもそんな派手じゃないし、これは私結構いいかなと思っていますね。まあ、うん、ちょっとおばあちゃんっぽい感じで、うん、いいかなと思います。それでは次行ってみたいと思います。これはね、はっきり言ってまあちょっとね、うん、奇抜な感じで、これはねちょっと私合わないと思う。まあ帯揚げとかそういうのを工夫すると、まあ、カジュアルなちょっと生かした感じにはなるかもしれないけど、ちょっとこう七五三には向かないかなと思います。次行ってみます。はい、次はね、これはね母が私に訪問着や小紋ね、証券の小紋を着るときにっていうことで買ってくれた懐かしい袋帯ですね。これもね、まあ桜なんかもあるんですけれども、まあ、ボタンや菊や、まあ、ここは桜飛んでるから、どっちかっていうと春なのかもしれないけど、でも色味的にはね、まあ秋でももちろん菊もあるしね、四季通じて使えるものだと思います。うん、これもね、色的にはね悪くはないと思うんですよね。でも私のね先入観かな、ちょっと可愛い感じがしすぎだなと思って、まあ私が20代の時に買ってもらった帯っていう先入観もあるし、あとちょっとこう、これはちょっとね、私これだったらさっきの松の方が私はいいかなと思います。そしてね、このこちらね、モダンな帯ですね。このタイシルクのような感じ、これはねカジュアルな感じではあるけどすごいおしゃれだと思う。これはね、でも七五三には合わないと思うけど、まあ七五三もこれ考えないでいきますか。どれが合うかっていうことですよね。っていうことを考えると私これは合うと思う。すっごいおしゃれかな、いいかなと思う。うん、はい、次いきますね。はい、次はこちらのグレーこのサガラ刺繍はねいいんですけど、やっぱりグレーにグレーでね、こういうのはね若い方が着たらおしゃれですよね。でも私が着てもまあ変ではないけど、ちょっとなんかこう寂しい感じになるかもしれないねと思います。だから私的には、今のところ松のやつが松の帯かなと、青いタイシルクみたいなと、こちらですね、こちらも悪くないと思うんですよ。黄色いね帯で、この生地自体にちょっとした光沢があるのと、こういう柄もね、まあよくフォーマルな帯に使われているような草花の柄なので、ちょっとサラサ的なね、これも悪くはないけど、まあカジュアルですよねやっぱりね。これね、キアタっていうのかな、読み方よくわかんない、キアタの帯なんですよねこれね。あ、見えないや。そして、こちらの白の帯ですね。これもね、私意外と合わないと思ってたんだけど、これ意外といいですよね。七五三ならこれもいいかなって気もしましたけど、この帯はね、私ねもう処分しようかなと思っていたぐらいの帯で、あまり使わないかなと思ったんですけど、まあお茶会とかにこうなんていうか、こう使えるからっていうことで持ってたんですけど、まあ、これは私あんまり合わないかなと思うな。あとこの川島の帯ですね。この川島の帯はね、これね、こう見えてね、このなんて言うんだろうね、なんかもう三と川みたいな、私ねこれね、三川ってねわかります見えちゃうんだけども、これもいいと思って、これね、合うと、これは合うと思う。これは合うと思う。
これもいいですよね。あとそして最後はこの買った、わざわざ買った帯がどうかっていう話ですよね。微妙いやでもこれも七五三なんだったらこれいいかもしれない。上品なね、この草花の、まあ、地模様もこのちょっと金で亀甲でおめでたいと、うん、まあ、悪くはないと思います。すごくね、なんていうか優しい感じですよね。優しい感じで、だからおばあちゃんが着るにはねいい感じかなと思ってね、優しい感じで、まあ、なんていうかこう品がいくって、うん、かといって前のあの丸帯ほどの地味さはなく、結構お花がねこう入ってて華やか感もあっていいかな、うん、私的にはねこの、わざわざ買ったこのやつ締めてみたいんですけれども、合うかなと思ったのはこちらの松の帯ですね。これだけどね、私ちょっと、ちょっとなんかフォーマルすぎるっていうかね。だってよく見たらここの松金ですからね、うん、ちょっとフォーマルすぎるかな。もう松ですからね、ちょっと格が高すぎる感じはしますね。そしてあとは、こちらのタイシルクのような軽い帯、これねおしゃれ感だったらこれ一番だと私は思います。モダンな感じ、おしゃれ感が、おしゃれ感は一番高い。あとは、こっち川島のこの帯ですね。これも万能な結構袋帯ですよね。ただねちょっと重たいんだな。まあこれかこの今回買ったこちら、これか、まあ、こちらのブルーの帯か、こっちの松のこれかな、うん、どうしましょうかね。私おしゃれだったらこれだと思うの。そしてもうフォーマル感が一番高いのはこれで、こっちはもちろんフォーマル、こっちの2つはフォーマル感は同じぐらいかなと思うんですけれども、こっちの帯は重たいんですこっち今日買ったけどこれ軽くて締めやすそう、うん、どうしようかな、まずこっちがねちょっとフォーマルすぎるので却下しまして、であとこっちも重くてちょっと締めるのめんどくさいのでこっちはちょっと、それとまたこれかこれか、うん、これ今日両方着てみましょうか。はい、時間あるかな、うん、はい、それでは着付けはタイムラプスでささっとお送りいたします。このね江戸小紋はね生地がねとってもね重たくてとろんと落ち感のあるねいい生地なんですよね。で、あの寸法もたっぷりめですし、あこの帯ね裏縞模様で面白いんですよね。はい、で二重太鼓に結んで、帯締めは今回あのからし色のね帯締めを選んでみました。はい、出来上がりました。はい、できました。まあこれはあのちょっと、うん、冷装っていうよりはおしゃれ感の、うん、おしゃれな着物でお出かけ、例えば、あの同窓会、ちょっとおしゃれしていきたい同窓会とか、まあ、お食事会とかそういった感じのお出かけに良さそうな感じかなと思います。これは結構いいんじゃないでしょうかね。ただちょっと七五三にはちょっとカジュアルな感じかなっていう気はしますけれども、まあお出かけには袋帯を締めてお出かけっていう感じには
いいかなと思います。ちょっと帯があんまり上手じゃなかったかな。どんな感じだ、あんまり見てなかった。あ、大丈夫か、うん、大丈夫ですね。こういう感じですね。いや、ちょっとね、今まだ3時半なんですけれども、なんか今日はちょっとね、外が暗くて、もう一本着てみますけれども、うまく撮れなかったら、まあ明日になるかな。まあこのまま今帯を取り替えてもう一本締めてみたいと思います。はい、すいません、実はねタイムラプスの録画ボタンを押し忘れて、もう帯のところから始まっています。はい、こちらのね、帯の着付けがあともうちょっとなんですけれども、こっちのピンクっぽいのにするか、ちょっと朱色がかってる方にするか、どっちでも変わんないか、こっちの朱色っぽい方にします。あとちょっと濃い色もあるんだけど、濃い色とこっちの朱色とどっちいいかしら。結構濃い色の方が落ち着くけど、まあ、今日はこっちの可愛い方にします。こういうこともある気をつけてやんなくちゃ。本当ね、慣れた頃にこういうことをしますから気をつけてください。この二重お太鼓の1枚目のところに手先を入れちゃいました。直しもう一回やり直します。二重お太鼓になってない、なってなくて、もう帯がほどけてきちゃいますからね。よし、今度 OK よし、でこれを結んでいきたいと思います。
いかがでしょうか。もうね、日没も近いってこともあるんですけれども、お日様がちょっと雲に隠れてしまって、かなり暗い感じで、どんな感じに映ってるのかちょっと心配なんですけども、これで出来上がりました。古典柄はね、私好きですね。なんかやっぱり日本人だなっていう感じで、着物には絶対合うよねっていう、そしてやっぱりちょっとした正式な席でも古典柄なら安心。こっち側ね、ちょっとこうお花が結構見えて、こっちちょっと寂しいけど、こっち側見えていい感じかなと思います。ちょっと帯も失敗しちゃって、ここに線出ちゃったんですけども、悪くないかなと思います。皆さんはどちらがお好きでしょうか。お太鼓に折り線が入ってしまったので帯を締め直しました。今回は帯締めを濃いめの朱色にしてみました。それでは今日の動画はこれでおしまいです。もし気に入っていただけましたら、高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。